まずは沖縄県知事選挙、本当にご支援をいただきました。ありがとうございました。知事選に入る前に少し言ったかもしれないですけれども、やはり一番の敗因は出遅れたっていうことだと思います。であとは、向こうが結局他の候補では勝てないということで、玉木さんということをですね、遺言が本当にあったのかなかったのかわからないですけれども、一番勝ちやすい、左派系からすると勝ちやすいという候補を選んだというようなことですね。これはだから、この選挙を組み立てた向こう側の人間たちが、まあ、玉木さんということを選んだ時点で、これは、向こう側からすると、勝てる。はい、繋がりました。はい。で、はい、ニコニコさんの方がちょっと繋がるかどうかですね。はい。あ、来た来た。あ、来てますね。来てますね。はい。申し訳ありません。うちのあれですね。Wi-Fi が急にダウンしまして、なんだろう、なんか、あれなのかな、老朽化かな、仕掛けられてるのかな。それ申し訳ございませんでした。はい、ちょっとあれだね、ニコ生の方は、いつもの、今まで使ってた、無線 Wi-Fi の方でやりましょう。はい。はい、で、沖縄の県知事選挙の話をしておったところであって、本当に申し訳ありませんでした。残り時間も、途中ずっとフリーズしているというような状況で本当に申し訳ありませんでした。で、もう負けた要因について申しますと、佐久間さんがなかなか出遅れてしまったというところがまず一つあります。で、これについてはやはり例えば女性副知事候補を指名するなどして二枚看板でフルでやるっていうやり方があったと思うんですが、それを陣営としては最終的に選択はしなかったということですね。で、これによって、やはり玉木さんのですね、知名度というものに対して、迫れなかったというところがあると思います。で、もう一つは、世論調査がかなり終盤詰まってきているという状況の中でですね、緩みというような感じではないのかもしれないですけれども、集会に思ったほど人が入らなかったりですとか、まあ、これは動員をかければ入るんですけれども、まあ、入るだろうというようなところがあった部分も、全部のところがそういうわけではないですけど、まあそういったことがあるんだろうというふうに思ってます。で、あとちょっと切れちゃってて、ダメだったかもしれないですけれども、SNS については、これは保守系の方たち頑張って、やっていてですね。で、これは左系からするとキーってなるような、ものとかの中に入ってたと思うんですけれども、まあ、これはその左系もかなりのことをまあ攻撃したりですとか、まあ事実の飛躍的なものもあったりしたのでですね、これはまあお互い様というような感じで、ただそのもっとですね、私もちょっと拡散をさせていただいた、自分で発信もさせていただいたんですけれども、これはその今回の一番のその敗因につながったものとしてですね、これ出口調査の結果で、まあ、NHK のデータを参考にしますと、30以下は佐久間さんをの支持が上回ってたんですが、40以上からもう玉木さんの支持が上回っていたので、で、これは名護市長選挙の時は、60代以上は向こう側、稲宮さん。で、50代以下は、戸口さんというような形でしたので、40、50代の方々の動向というものが今回大きくこの流れを左右したというふうに思っています。それで沖縄の経済というものが、徐々に良くなってきている。まあこれはその、好景気というまでは、言ってないというようなことがあるとは思うんですが、そういう中でですね、名護市議選挙の時はもう今、姿勢を変えないと、名護市の将来がない、暮らしは良くならない。という思いはもう私、訪問してですね、訪問してというのは、あれですね、いろいろ直しに行って、いろいろなところで演説というか、まあそういうような働きかけをする中でですね、
踏みちゅく人がその話にする中では、いやもうそうですよね、変えるためには必要ですよねというようなことですね、こういうような声も聞いてましたし、で今回はそれが、まあ、私あの入ったのは事前の時だけでしたけれども、そういった声がちょっとあんまり感じられなかったというところで、将来的なその暮らしですとか景気に対する危機感というものが強ければですね、この40代50代の方々はもっと投票に行っていただけたというふうに思うので、また台風の翌日があったということも含めて、まあ、期日前投票もあるわけですけれども、こういう方々にもっとしっかりと訴えていく、また投票に行ってくださいというようなところがですね、具体的に打ち出す必要があったんじゃないかなというふうに思っています。せっかく元日本青年会議所会頭で、実業家の浅戸重信さんがですね、保守一本からためにということで手を下ろしてくださったんですけれども、その部分がですね、浅田さんの陣営、浅田さん陣営というか、浅田さんの後援者の方々が本当に真剣にやってくださったんですけれども、結局、やはり、佐喜眞陣営の出遅れというものがですね、最後まで響いたというふうに思っています。これは、現時点での分析で、またさらに分析が加わればですね、皆様にお伝えしていきたいというふうに思いますけれども、ぜひネットをご覧の皆様、気を強く持っていただきたいというふうに思いますのは、現状は何も変わらないということに対しては、これ、忸怩たる思いです。また、その SNS について、左側が、ほうらや、ほうら負けた、みたいな感じになってますけれども、これは、我々のその発信、また、今回、沖縄で頑張って発信をしていた保守系の方々の発信というものは、やはり、それを見てますと、届いてますので、そういうのはですね、しっかりと発信をしてですね、沖縄を良くして、我が国を良くしていくというところにつなげていかなくてはならないというふうに思っています。はい。では、今日はこれで失礼します。